的に金魚すくいに綿海にワクワクがいっぱいです。お祭りワクワクします。風鈴の音が涼しさを運んでくるみたい。なんだか素敵ね。とっても涼しそうね。この芝エイミーさん、今日は付き添いありがとうございます。いえ、これくらい。いつものお月の騎士さんだと目立ってしまってお忍びの意味がありませんものね。はい、今日はクレアもレインもいませんから、のびのびと縁日を楽しめます。それなら私も頑張ってご案内します。まずはそこで綿飴でも買ってきますね。綿飴？それはどんなものなのでしょう。お待たせしました。それはこんな食べ物です。はぁ、ふわふわで雲みたいですね。見た目は可愛らしいですが、お味の方は甘くて口の中でスッと溶けてとても美味しいです。お気に召したようで何よりです。エイミーさん、この綿飴はどうやって作っているのでしょうか。こんなにもふわふわな食感を作り出す職人技、ぜひ一度見てみたいです。構いませんが、作っているのは普通のおじさんですよ。砂糖を溶かして糸にしているだけですから、誰でもできるんです。それだけでこんなに美味しくなるのですか。目から鱗です。今度城の料理人に作ってもらいますね。それもいいかもしれませんね。ですが、きっと今ここで食べる綿飴はこの雰囲気だからこそ美味しいんだと思います。確かに雰囲気は大事ですよね。ですが、どうしてもこの味をクレアやレインにも楽しんでほしくて。そうです、城の明かりをすべて提灯に変えるのはいかがでしょう。それはさすがにお月の騎士さんが許してくれないんじゃ。この芝